無造作に置いてあるんですけどね、飛鳥資料館の横ですかね。これはなんかね、猿石じゃないね。これもそうかね。これも競技者な。斎明天皇の遊び心が満載でございます。ね。この広さやからね。資料館の前庭でございます。これ亀石でございますか。亀石、これは復元品かね。はいはい、復元でございます。亀石、ここはどこの山寺。大きな石で、ね、山寺、山田寺の木曽石でございますか。これが猿石。もう見えんがね。人頭石、人頭石。これ高松か。おお、見える。岩見えんのかね。岩見えんな。こんな遠くしたんやね、遠くだとか。やつり巻きと5分、これやね。やつり5分時のね、見に行かないかんねんけどね、あんねやろな。お、結構大きいね。5分、えら大きいわね。天井石はないけど。いつ頃かね、5世紀。6世紀か。ちょっとね、石が小ぶりでございますからね、思ったやつね。これは、攻めやな。間は攻め入れてやるね。まあ、これぐらいやったら、まあ、そこそこ高いね。これ、片袖かね。両片袖やろな。はい。これでございました。ヤスリ5分。まだ右足あかんだこれ。右足あきまへんわ。そんなに歩いてないやけどね、今日は。あきまへんか。